尾関翔太は、福岡県北九州市出身の元プロ野球選手。小学校2年時に、横白ライオンズクラブでソフトボールを始める。中学時代は、公式のボーイズリーグ、小倉バディーズに所属し、2年時に三類手として、全国大会に出場。3年時から保守を始める。東筑子学園高等学校入学後は保守に、専念し、1年夏から、ベンチ入りし、 同暇からレギュラーに。三年夏は、打率二割にとどまりチームも5回戦敗退。福岡県の同学年には、九州国際大学附属高校の河野元気、福岡高大上等高校の梅野隆太郎と候補手がおり、しのぎを削った。特に河野とは幼稚園が一緒だったという。高校二年夏から中軸を担い、高校通算30本塁だ。 2009年プロ野球ドラフト会議にて東北楽天ゴールデンイーグルスに3巡目にて指名される。2010年はイースタンリーグ公式戦17試合の出場で打率154。2011年は34試合の出場で打率235キ記録。本塁打を1本放った。2013年までは一軍公式戦への出場機会がなかった。 しかし、チームの日本シリーズ初制覇によって進出した、同年のアジアシリーズで開催国、台湾への遠征メンバーに抜擢。チームの準決勝進出がかかった同月17日の予選リーグ B 組、キャンベラ・キャバルリー戦では、事実上の一軍デビュー戦として、スタメンマスクを任された。この試合では、2回表1四万塁で迎えた打席で、 走者一層の先制三塁打を放つなど、チームの勝利及び予選リーグの一位通過に貢献。試合の MVP にも選ばれている。2014年には、入団後初めて一軍の春季キャンプに参加。キャンプ後のオープン戦でも一軍への帯同を続け、公式戦の開幕を初めて一軍で迎えた。4月2日のオリックス戦では、9回表の守備で1軍デビュー。 同月4日に同球場で開催のソフトバンク戦では、前日のオリックス戦で負傷した、聖保守、島本博に代わる保守として、一軍公式戦で初めてスタメン起用された。4月30日に二軍降格したが、5月15日に一軍へ再昇格。聖波交流戦期間中の同月25日には、イースタンリーグの公式戦でバッテリーを組んだ、経験のある、 新外国人投手のトラビス・ブラックリーと共に、ヤクルト戦へ先発で出場した。この試合では、1回表の第1打席で、敵地打を放って1軍初打点を記録。守備でも、1軍公式戦来日初登板、初先発になったブラックリーに初勝利をもたらす、好リードを見せた。2015年にも開幕1軍に選ばれたが、出場機会がなく、4月17日に抹消。 再び一軍に戻ってくると、島元博の骨折や石峰忠しの肉離れもあり、スタメンでの出場機会が増えていく。7月7日のソフトバンク戦では、武田翔太からプロ入り初本塁打をマークした。その後は、島の復帰、石峰の打撃が好調だったこともあり、出場機会も減り9月17日に登録抹消された。2016年は、 アダチ祐一の対等があり7試合の出場にとどまった。2017年はキャンプ直前に昨シーズンに疲労骨折した左足甲の手術を行った。2軍でも出場はなく10月28日に球団から戦力外通告を受けた。2018年から社会人野球の新日鉄住金カズサマジックに加入してプレーすることとなった。 二類送球1.8秒、コントロールの良い軌道の安定した早球で、高校時代での盗塁阻止率は9割超。ABC 大関夏切符いとめる福岡大会、7月4日、南北同時開幕西日本スポーツ2009年6月20日夏の甲子園、裏の主役、競合校を支える、候補者たちスポーツグラフィックナンバーウェーブ小説2本。 野球研究2009年7月19日、楽天大関が MVP らで1位突破、アジアシリーズ日刊スポーツ2013年11月18日で校長の楽天、島、欠場、星野監督、こういう時に若手が、スポーツ日本2014年4月5日楽天大関、初敵自我高リード日刊スポーツ2014年5月26日、楽天、 大関の左足甲の手術を発表。復帰まで6ヶ月くらい。スポーツ放置2017年1月31日。来期の選手契約に関して、東北楽天ゴールデンイーグルスオフィシャルサイト2017年10月28日。元 DNA 松本が、加入楽天の大関も社会人数差。千葉日報。2017年12月30日閲覧。ありがとうございます。